寄贈されたのは、大塚製薬が制作した大塚漫画ヘルシー文庫の漫画本42冊です。善通寺市と大塚製薬が結んでいる健康に関する包括連携協定の一環で行われたもので、式では大塚製薬高松出張所の林武博所長から、市教育委員会の安藤孝康教育長に漫画本が手渡されました。体の仕組みや健康づくりについて書かれていて、市内の小中学校などに配られます。骨の構造を楽しく学んだりですとか、栄養の取り方とかっていうところの、トータル的なところですね、楽しく学習していただければと考えております。ただいまご紹介に、式の後は熱中症予防に関する啓発活動が行われ、児童たちは映像を見ながら熱中症対策を学んでいました。